私はしてない。してないよ。結構悲しい感じ。もうちょっとやるとしんどい。バドミントンのサーブができない。バドミントンのサーブができない、それ。こんにちは、クライミングチャンネルです。今日は日本代表の尾上彩選手にお越しいただきましたので、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。もうざっくばらんに何でも聞いてしまいます、はい、あのインスタグラムのクライミングチャンネルのアカウントで、あ、日本代表のトップクライマーに何を聞きたいですかっていうアンケートを取ったんで、それをもとにいろんなことをもうね、掘り葉掘り聞いていきたいと思うんですけども、じゃあもう早速いろんなことを聞いてっちゃうけどいいですか。はい、何でもどうぞ。実はここ出身が同じ埼玉県の川口市、あのパンプの1号店、そこで僕がバイトしてた頃にも一緒にバイトしてたっていう中で、ちょっと一般クライマーを代表してクライミングチャンネルがいろんなこと聞いてまいります。よろしくお願いします。はい、じゃ あ今は、まあ、リード、ボルダー、どっちに重きを変えてるのか。今両方。ほう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 。どっちが好きとかあるの？どっちも好き。どっちも好き。どちらかといえばどちらが得意なの？一時ボルダーが好きと思ってたけど、成績はリードの方が良かった。なるほど、好きと得意は別のものだと。なるほどね。クライミングをなぜ始めたの？なぜクライミングに？クライミングは、情熱大陸を見て。情熱大陸？いつの？相当前、小山田。あれか、家に天井にルーフにホールドがついて朝起きたらいきなり登り出す。あ、俺知ってるそれ。見たことある。9歳に始めた。じゃあ今何年目なの？13、4年か。13、4年もずっとクライミング一筋で。一筋でプロ。そうだよね。じゃあ好きなクライマーとかいるんですかっていう質問がある。好きなクライマーっていうはジュリアン・ワーム。ジュリアン・ワームのどこが好きなの？はまあ、すごい性格もいいし、まあ、合うもんね。そうだよね。登り方もちっちゃいのに瞬発力とかもすごくて、登りも綺麗だし。あ、それはもうプロから見てもすごいんだ。すごい彼女は。そうですね。しなんかクライミングと別のところでも、学業とか頑張って。あ、そうなの。全然そんなことわかんないからさ、やっぱ代表とかに聞かないと。頑張ってると自国で。何をしてるの彼女は？はお医者さん。あ、そうなの。なるために勉強してて。それで、コンペスターはやめた。あ、それが理由だったの？あ、だそうです。あ、そうだったんだ。あ、それ結構みんな知ってる感じ？知ってる、多分。全然知らない。知ってる？多分、知ってると思う。インスタとかにも。あ、そうなんだ。あ、じゃあ、クライミングチャンネルが、遅れてたんだ。じゃあ、好きなクライマーとは別で、仲のいい選手は、まあ、代表はみんな結構仲いいけど、しげきちゃんとか。そこにいるんです。そこにいるんです。こたけめいちゃん。こたけめいちゃんとかはもうしょっちゅう一緒にいる、うん、結構近いですね。男子選手とかってのはあんまり一緒にいたりしない？いや、そんなことない。結構一緒にいる。結構みんないつも一緒にいる。日本では一緒に登ったりするの？人たちと。男子とは登る機会は少ないけど、女子とは結構デスクとか。デスクとかだとね、みんな男子もみんな一緒に。ジバトレとか。ジバトレは私はしてない。あ、してないの？してないんだ。あれは結構どうなの？効果あるのかな？やってない人やってないから分かんない。まあ、やってる人は行くわ。ネイルとかすんのっていう。ネイルは、私はすると爪が柔らかくなって。あ、そうなの？弱くなっちゃうからしない。あ、ネイルすると爪が弱くなる。爪が弱くなると補充服が落ちる。落ちる。へえ。あと二枚爪とかになって、すごい気持ち悪い感じ。二枚爪になっちゃう。女性くらいはこれ。もうやり続ける、もう塗り続けるか、全くならないか、どっちか。あ、そうなんだ。なんかそういうクライミング用のネイルとかっていうのはまだないの？そういうの。いや、ジェルのネイルとかだったら硬くていいけど、それだとやり続けなきゃいけない。おお、やり続けなきゃいけない。だそうです。大変かなと思って。岩場とかで見る女の子とかで爪のやってる子多いもんね。
その子たちはじゃあそういう二枚爪かもしれないですけど、爪が強い爪がもともと強い強い、私はもう元から柔らかいから。あ、そうなんだろうね。いつもどこで登ってるんですか？いつももう点々と点々としてますね。例えばでも基本的に関東、こっちの東日本だよね。あまり場所を言うと殺到しちゃうから言いませんって感じだそうです、レスト日の過ごし方、どうやってレスト日を過ごしてるんですか？レスト日はたまに全く家から出ずに、うん、ひたすらこうこもる日も、こもる、こもってないし息するだけ寝る食べる。これが強さの秘訣かもしれないたまにたまに、いつもじゃない、いつもじゃない、いつも何してんの、これいつも何してんの、いつもいつもレスト日は、うん、基本外に出かけるけど、何してるかな、まあ、友達に会ったりとか。友達に会う、地元もクライマーじゃなくて、クライマーじゃなくて、あ、結構地元の友達と、地元の友達に会ったりとか。そうね、リフレッシュ必要だもんね、クライマーとばっかりやってたらねこれ多分私だけでしょっていう強みとか、なんかそういうのない？私だけの強みってマジで何の強みでしょ。強み、スキップができない、球技が苦手、バドミントンのサーブができない、バドミントンのサーブができない、それまあでもバドミントンのサーブができないって、これ当たんないって、これが当たんない、下から当たんない、こっちができないじゃん、これができない、当たんない、それ相当だよサーブこれ当てられない、ワールドカッパーはいないよね、他に多分私だけで、ねはい、将来的にコンペーターもし引退したら、もうインドアで登るか、それとも外岩いっぱい行きたいかとか、そういう思考はある？引退したらもう外メイン、外メインメインにしたい。引退したら外メインにしたい、なんで？外の方が楽しい？外もうなんか課題と向き合ってる感じがすごい好きで、コンペとかでもあんまりこう周りを意識したことがなくて、あ、もう自分のその課題と自分みたいな、うん、じゃあ何、あでも外と中 その コンペと外岩の楽しみはちょっと違う、それとも同じような感覚で遊べる感じなの？私は同じような感覚で、あ、そうなんだ、まあ課題の系統とかはまあ全然違うけど、あの向き合う感じは同じかなと思って。そう、なかなかそれ珍しいと思うけど、同じ課題をこうひたすら打ち込むとかっていうのが好きだから、あだから、あ、じゃあ結構コンペとかでブザー鳴っちゃって、ああ終わりってなって結構悲しい感じ。悲しい、もうちょっとやらせてほしいもうちょっとやらせてほしいそうなんだ。好きなホールド何ですか？テクニック、テクニック、まあテクニックね、メーカー、ホールドのメーカー、はい、テクニックの C じゃなくて K なんだよね、テクニックね俺嫌いだけどね、あれ嫌いなの？いや、スタンスとかさ、たまに星マークついてるのあるじゃん、めっちゃ滑るじゃん、大っ嫌いなの。あれがいい、なんで俺大っ嫌いなのだってあそこ踏んだら滑るじゃん。滑んない何滑るか滑んないかみたいなのをこう、なんかじりじりこう、いや、滑る、あーみたいな感じで手出すのが好き。手が好き、あ、スタンスじゃなくて手が好きなんだ。あの、太いピンチとか、太いピンチとかも好きだし、あの、カチとかも、うん、あ、これね、カチ好きなのね。カチ好きなの。なんで？痛いじゃん。爪がね。やみつき。あ、痛いの好きなんだ。やばいやつが。なるほどね。だいたいこれちゃんと撮ってから近いからね。ズームアップしたのでちゃんと手振るから。はい。いつも何のシューズ履いてますか？あ、510ハイアングル。おお。どこがいい？そう、あれはもう本当にオールマイティで。ヒールもいいし、つま先もいいし、コンペでも岩でも使える。いや、打ちどころがない。足型さえあれば完璧な足型。完璧、足型が合わない。それは残念それは残念。使ってるチョップ、何使ってるんですか？何のチョップ使ってますか？オーツ、オーツ、OCUN のオーツのチョップを使ってる。いや、いいの、このチョップは。あれ、私の手にはすごい合ってて、こう粒とかを、チョークの型紙の粒とか潰すとキュッキュッてこう、おお、キュッキュッてなの。キュッキュッてなる。もうあれはどういう手の人にいいとかっていうのはある？私はぬめり手だから、もしかしたらぬめり手の人に合うかもしれない。大津はぬめり手にいいと。どういうチョークバッグを使ってるかっていう、何のチョークバッグを使ってるんですか？アイキャンディー。アイキャンディー、そうですね。
じゃじゃん、あ、ピン立ってないこれ、これを使ってると。ボルダーはもっと大きいのを買って、あ、ボルダーの時にもあの腰につけたりするから、うん、これ何、この、この、これ、これ、この、この猿目が取れちゃったこれね、これつけると、こういうのつけると強くなるのこれ元の形は、あの元の形で、生地とかはこう選んで、あ、型がもう決まってて、その生地を選んで伝えると作ってもらえる、それがアイキャン。これ入ってるの、オーツ、オーツ粒が入ってるかな、入ってる、入ってる。あ、これを潰して、潰して、あ、キュッキュになるわなるほど、これ軽くて、確かにね、めちゃくちゃ軽い。この生地は選べるんだ、結構レパートリーがあるんだ。日本のジムと海外のジムの違い感じたことありますか？日本のジムは結構、なんだろう、保持とかが真っ向系、保持が真っ向系で、結構ヨーロッパとかは動きが、あ、結構大きい、大きいはいいけど、めちゃくちゃ大きい、保持があんまりこう強くなくても、動きでなんとかもできる。コンペとかだと どっちのスタイルに、あ、もうどっちもできないと、どっちもできない、対応できない。だから海外に行ってトレーニングするのか。なるほど、そういうことか。日本人の強さの秘訣って何だろう。日本人のコンペティターってめちゃくちゃ強いじゃん。なんで強いんだと思う。日本人は多分保持とかが他の国に比べると強い。地獄のジムがゴミみたいな感じもかかってますよ。スローバーとかのピンチとかも多分外国の選手より持ててるから、それで動けてるっていうのは。なるほど、まあそうだね、日本人だから強いのかもしれない。クライミングがつまらなくなるときはないですか？ないないない。モチベーションずっと上がりっぱなの、ここなんだよ。上がりっぱ、うん、なんかすごいね。できなかった時とか逆に楽しいみたいな。あ、できない時が楽しい。あ、もうさっきの勝ちの痛いとか気持ちみたいなできない方が楽しい。すごい、ね、できちゃったら結構つまんない。なるほど。から、うん、難しいのとかを打ち込んでるとすごい楽しくなっちゃう。どんどん楽しくなっちゃういいね、なんかこう自給自足みたいな感じで自分の中からどんどんモチベーションが湧き上がってきて、自給自足できていいね、素晴らしいね、いいサイクル回るね、それ、まあ、これが強さの秘訣なのかもしれないね。今後の意気込みを。次はメインで、うん、このためにまあジムでトレーニングして、後々は登れる看護師を。登れる看護師、看護師になりたい。看護師になりたい。看護師になりたいの。ずっと前からやりたくて。そうなんですか。いつから？だいぶ前。高校の頃から知ってる。うん、高校の頃から。高校の時にはもうやりたかった。マジで？じゃあ何、世界一登れる看護師を目指す。確かにね、スキルって掛け合わせだからね。看護師×クライマーってなかなかいないけど。休みの日は岩に。休みの日は岩に。で、ゴツゴツの手でこう、患者さんがね。痛くてすいません。次回、インタビューの指名とか、この人のあれこれ聞きたいみたいなのってある？誰が面白いかな。私のじゃあ、始めるきっかけになった、うん、大ちゃん、小山田大さん。マジ？あんまりこうインタビューとかも聞く機会が少ないから。確かにそう、あんまり出てこない。大ちゃんお願いしますよろしくお願いしますということで、本日は小野江彩選手にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくー